え、こんにちは、恵比寿のルンジャーのレッドとブーです。グリーンです。どうもどうも、こんばんはじゃない、こんにちは、こんにちは。とうとう来ました、恵比寿ゴールデンチャー単独での品撮影。ありがとうございます。心くんの撮影とかを出していただいた、はい、ここはですね、有賀園太田池上店さん、はい、ありがとうございます。で、撮影していきたいと思います。お世話になります。本当にお世話になってます。お世話になってます。いやもう本当にあれなんですよ。僕10年前かファーストセットを買ったの、ここでテーラメドのアルナイト、はい、で去年も、うちの奥さん初めてのセットゼクションの10買ったのもここです。ありがとうございます。僕らのやってるコンペとかも景品も毎回ここです。毎回ここです。恵比寿ゴルフレンジャーなんですけど、まあ、一番お世話になってるのはこの有賀園の太田池上店さんかなっていう感じで、すごく嬉しい感じですね。で、今回はじゃじゃん、お話題のエムグローレ。エムグローレ、エムグローレ、エムグローレ知ってる？知らん。どういうことか。これは、はい、何でしょう。もうあれ、右に出ない、捕まえていい。そうなんです、そうなんです。僕はこれ、あれ、悪いっすよ。本当やってますから、プライベートで打ってますから。右に出ない、右に出ないの、スライスが出ないんですよ。俺の情報ではスライスもフックも経験ないと、このツイストフェイス、このこうですよね、フェイスがこうなってるんですよね。そうそうそう、ツイストの M シリーズから、はい、それでだからもうどうせイエローみたいなスイングでもしっかりシンガーにマスイングしてくれるっていうクラブです。いやもうかなりあのオートマチックになってます。あ、まあ、かなり補正してくれる感じの、はい、イメージね。初心者から上級者まで、そう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 、っていう感覚でした。っていう、まあ、僕は素人の、はい、情報なんであれなんで、あくまで素人ですから、はい、プロではないですから。本日お世話になる、はい、池上店の店長である佐藤さん。佐藤さん、あ、どうぞ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。店長の佐藤です。エムグローレ、いいクラブですね、はいはい、ちょっとどういうクラブかな、はいはい、そうです。スイートフェイス、これがなかなかあの効いておりまして、はい、まあ、こっち側にヒール側ですね、ヒール側に当たると通常はまあスライスするんですが、ですこれがあのスライスしづらしづらで、あとはこっち側に当たるとドフックが出ちゃったりするんですが、それがそこまでいかない、まあ、つまり曲がりづらい、曲がりづらい、魔法のクラブ、魔法のクラブですね。どうやって振ったってまっすぐ行きますよと。いや違う、ある程度補正していくね。ある程度ですね、はい、あとはその補正機能プラスハンマーヘッド、ここにまあ小さい文字で書いてありますけども、ハンマーヘッド、これがまあ初速ですね、ボールの初速をバンと出してくれる、まあ、これが機能としていいところですね。であとは全体的にちょっと軽い、軽いね、うんうん、振りやすくなっておりますので、はいはい、まあ、それをご体感していただければと思います。はい、はい、分かりました。シャフトは純正のみなんですね。そうですね、はい、今あるのは純正のみ、もちろんカスタムもできますけど、はいはい、今は、こちらのスピーダーエボリューションの S とコンプライム SR ご用意します。はい、じゃあ早速打っていきますよ。はい、打っていきましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。平均的なグリーンとブルーの間を取った僕から打ちます。はい。ヘッドすごい大きいですね。はい、大きく感じます。ちょっと調べたんですけど、はい、なんかギリギリの体積。ギリギリの体積です。ギリギリ。460cc。まあそうですね。こちら160できれば、まあじゃあほとんどが460です。あ、そうなんです。はい。ものすごく見えます。はい。それがやっぱりその安心感。ね、安心感。あ、ちょっと、ちょっと引っ掛け的にやった気がする。そうっすね、いつもの失敗のあのこのグリーンっていうやつが、いつもだったらグリーンってこっちの方行っちゃうんだけどね。そうですね。これはもうあれツイストフェイスのおかげかもしれないな。これ飛んで225ヤード飛んでるけどね、はい、はい、僕らがどういった人向けなんですか、初心者の方。うん、まあ、広く使えると思いますが、ただちょっと軽めなので、結構バンバン振っていく方にはちょっと軽いので、カスタムのシャットとか、重いシャット入れちゃおうとか、あと
か、はいはい、そういうのはいいかもしれないですね。あ、結構上級者の方も買ってます。一番飛んでますね。で、あのスピン量が書かれてないので、ね、なるほど、それで行っちゃった感じですけども、うんうん、ということは、まあ、スピンが適正であればそれぐらいもう飛んじゃうってことですか。うん、素敵なショット出ました。相当素敵ですね、これが。うん、257ヤード飛んでますね。257は飛んでますね。257、今257ですよね。今気づいたんですけど、僕いつも 10.5 なんですけど 9.5 なんですね、これ、はい、僕は上がりますね、うん、上がる、上がります、うん、9.5 でも上がる、十分上がります。まあ、このパワーがあればあ、ほんとだ、いいんじゃないですか。これはいいと、だいぶいい、ちょっと感じいいですね。いい感じです。あ、いいじゃない、めっちゃいいとこ。同じように飛んでます、うん、はい、やっぱ253ヤード。ああ、やっぱゴルファー振っちゃいけないってことですね。絡め設定ですね。まあ300ヤードくらいいってるんですね。ほんと飛んでないでしょ、そんなに。ラストいきます、うん、200でも253ヤードすごいですよね。253ヤードはすごい、うん、ただちょっと抜き気味で。あー、いいショットだな、これ。これめっちゃ飛んでんじゃないかな。止まんだか、飛んでそうだね。これは多分あの引っ掛けだと思ったのはもしかしたら先なのかもしれないですね、うんうんうん、でももうほとんど254、まっすぐ、これまっすぐですね。これはもうもろまっすぐです。まっすぐです。素晴らしい、うん、254ヤード。ちょっと軽く振ったら254ヤード、軽く振った方が飛ぶかもしれない。ヘッドスピードはどれぐらいの人が SR が良くて、どれぐらいの人が S が良くて、まあ、あまり決めつけなくていいと思うんですけれども、まあ、SR であれば37ぐらいか41とかその辺ですかね。43とか2とかであれば S の方がいいかもしれない。ヘッドスピードがないんですよね。そこちょっと数値で見て、グリーンは SR が S がいいのかってちょっと一割で、まあ、飛んだ方が合ってます。飛んだ方が間違いない、間違いない、間違いないですよ。ナイスショ、右出たけど多分ツイストがね補正してくれるんじゃないかな。いや、補正してますね、うん、全部と。まっすぐですね、うん、今真っ直ぐ、右出た感じしたよね、うん。取れてない、取れてないね。低いってことは、あの必ずやっぱりロフトは上げた方がいいです。その9.5 ではなくて、今取ってるっていうのは、使ってるのは 10.5 度です。そうですね。10.5 度で、まあこういう割とディープフェースだとボールが、まあ、どちらかというと上がりづらいので。なるほど。まあ、ロフトは 10.5 とか、まあ、そういう、まあ、ハイロフトのもの、うん、で少しこう薄めの方がいいか、もしくはすごい低重心でボールが上がりやすいようなロフトの方が、まあ、これはあと、うん、そうですよね、上がりやすいですもんね。でこれでこうやってみると、まあ、結構やっぱこっちは熱いですよ。あ、確かに、うん、まあ、それからするとやっぱり薄くなってるんで、感じとしては合ってる、合ってる感じですね。ラストショットやってみます。うん、ちょっとブッシュアート気味だけどいいんじゃないか。ドロー、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 ドローが出ましたよ。憧れのドロー、ドロー、いい弾道だ、うん、マイナス645ドロー、227ヤード、うん。で、グリーンが、ね、シャフトの SR、ちょっと柔らかめですね、はい、さっきの。低いな。うん、
まあでも211ヤードはそうですけど、ね、211ヤードだね。何、あ、いいよ、おこれだ、あ、チビン、あら、チビンだ、チビン吹きね、低いか、198ヤードどう？ S シャフトと、あ、なんかね、SR クラブ S の方がしっくりくる気がするんですよね、うん、やっぱ普段が S 吸って売ってるからかな、タイミングずれちゃう、柔らかいと、それは、うん、お、やっと、今のはいい、今のはいい、220ぐらいいってそんな、あ、めっちゃいい、あ、ほら、これですよ、ね、あ、でも大すんげー、6割ぐらいですよ、ドローでとドロー6割ぐらい、随分抜いてくる、うん、ヘッドスピードが、ヘッドスピード38、うん、の飛距離が228ヤード、ね、バックスピンが2300、いいドローで、やっぱヘッドスピード38ぐらいで打った方が SR はいいんだよ、そうですね、やっぱりね、そうそうそう、早すぎるとそうだね、引っ掛けたりしちゃうんですね、振っちゃう感じがあるので、そういう方はやっぱり硬い方がいいですね、うん、シャフトとして、うん、なのであまりこうヘッドスピードイコールフレックスにあまり結びつきにくいというか、ね、あ、まあ決めつけない方がいい、うんうん、M グローレ 9.5 S シャフトスピーダー、スピーダーの純正ですね、純正ですね、はい、当たり悪いね、どんな245、すげえ、でもこの低さですごいな、ヘッドスピード46、まっすぐですもうちょい球上げたらやばいぞ、多分今のがもう打ち下ろしだったらすごい300ぐらい余裕で、お、引っ掛けた、引っ掛けた、引っ掛けたけど補正されてる、いや、めっちゃ引っ掛けたかなってんな、うん、ツイストフェースが、いや、さっきヘッドスピード46点、すごいね、きた、260ぐらい、265、ヘッドスピード44、ちょっと抜きましたね、どう、ちょっと振ってみて構えた感じは、印象的に振りやすい、振りやすい、やっぱ軽い、安心感がありますね、構えた時ヘッドがでかくて、うん、ちょっと軽め設定でね、あんまりそんな飛ばし屋さんには合ってないクラブかもしれない、ガンガン振っていく人には向いてないと思う、そうですね、そうですね、ガンガン振っていく人じゃない方がいいと思います、このあの軽めスペックを、まっすぐ、まっすぐ、うん、こんぐらいでいいってことですよね、そうですね、41ぐらいで、まあ、220、30、40ぐらいの距離の人が一番合ってるかもしれないね、うん、ただ本番でこれが出れば全然アップないですよね、全然ね、全然ゴルフできるから、飛ばしたから出ないわけじゃないから、そうなんですよ、うん、じゃあラスト、はい、ナイスショ、まっすぐ、まっすぐですね、41で226、うん、まあいい感じだと思います、今ぐらいのスイングスピードで、うん、本当に抜いて打ってちょうどいいぐらい、今で吹き流しぐらいな、うん、今日はどうもありがとうございました、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 なんか店長から一言いただければ、ぜひうちにこのお店に来てくださいエミスゴルフレンジャーもよろしく、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、M グローレ 9.5 S シャフト、スピーダー、スピーダーの S シャフトね、純正ですね、はい。